JR によりますと、午後2時30分ごろ、白鷹565号が熊と衝突し、軽井沢駅、佐久平駅間で停車しました。ゴンゴンと飛ばして、で、止まったっていう状態でした、ね。点検後、運転を再開しましたが、最大30分の遅れが出て、乗客およそ350人に影響があったということです。